バトルフィールド3は日本で2011年11月2日にエレクトロニックアーツから発売されたバトルフィールドシリーズ9作目にあたる f p s である。世界観は近代戦を舞台とした西暦2014年となっている。アジア版は日本語と吹き替え込みの仕様。キャンペーンは COD メガワット3を意識しており、従来のシリーズよりも強化されている。 PC 版でのプレイに EA のゲーム配信システムオリジンの使用やマルチプレイ時のバトルログの使用が必須になった。2011年11月、イランの IT 情報誌にこの違法なゲームの販売は禁じますとの警告が掲載され、本作がイラン国内において発売禁止とされていることが明らかになった。 本作にはイランを舞台としたアメリカ軍によるキャンペーンが含まれていることが理由と見られている。アメリカ海兵隊に所属するブラックバーン軍曹への尋問という形式でストーリーは展開する。主にブラックバーン軍曹を操作することになるが、時折アメリカ軍の戦闘機パイロットや戦車兵などを操作するステージもある。日本五番声優ではこの他に赤木進、青木強。 浅利亮太、大阪チから、江川大輔、福松、新渡る、浜田賢治、堀江和馬、市木光広、梯厚志、か、ぬか孔明、風間洋と、道坂幸三、川本国広、宮林康史、西健介、金光信明、小木の聖楼、荒垣樽助、園田康隆、高瀬右光、田中一栄、坪井智広、山本綾のが演じている。 PC 版において BF2142 以来5年ぶりに最大64人同時対戦が復活した。今週ーマー版では前作の BFBC2 と同じく最大24人対戦となる。前作で導入されたポイントを貯めて新装備をアンロックしていくシステムが大幅に拡充され、武器の種類やカスタムが豊富になった。 しかし、前作まで存在した司令官システムはオミットされている。マルチプレイでは世界各地を舞台にアメリカ軍とロシア軍の戦争を描いている。BFBC2 からの主な変更点として衛星兵が突撃兵に統合されて廃止となり、代わりに援護兵が新設された。使用できる銃器は兵科によって異なるが、 PDW および SMG ショットガンピストルは全閉化共通で装備が可能。また、一部を除き光学サイトやサプレッサーなどのアタッチメントも追加可能だが入手時から装着されているものも存在する。以下の表は DLC 限定のものも含む。車両に関しては基本的に US 陣営と RU 陣営でナス二2 5と BMP-2M のように種類が異なるものが配置されている。一般会員に比べ、今後出るすべての拡張パックに2週間早くアクセスすることができる。また、プレミアム限定アイテムが手に入る他に、月に一度開催される XP にイベントにも参加可能であり、その他にも様々な特典がつく。2012年6月5日に、PlayStation Network にて、 先行配信され、2012年6月13日より、Xbox Live と、オリジンで配信。すべての拡張パックは、PS3 版が1週間先行して配信される。BF2 の4つのマルチプレイヤーマップ、ストライクアットカーカンド、ベイクアイランド、ガルフ・オブ・オーマン、シャルキー・ペニンシュラをリマスター収録。また、3種の新規車両、10種の BF2 の武器。 5つの新規、ドッグタグ5つの実績、トロフィーを収録。2011年12月7日に、プレイステーションネットワークにて先行配信され、2011年12月13日より、Xbox Live とオリジンで配信。初回限定版の場合、無償でダウンロード可能。近接戦闘を舞台にした4つのマルチプレイヤーマップ、ジバタワー、オペレーション925、 ドニャフォートレス、スクラップメタルを収録。さらに、HD 破壊表現により、あらゆるものを破壊可能となっている。また、10種類の武器、5つの実績、トロフィーを収録。2012年6月20日に、プレイステーションネットワークにて先行配信され、2012年6月27日より、Xbox ライブとオリジンで配信。なお、 プレミアム会員の場合、2012年6月5日、2012年6月13日に、一般よりも早く配信され、無償でダウンロード可能。2012年9月発売。新マップ4枚、新車両5種、新アサイントメイント5つ、ゲームモード、タンクシューペリオリティの追加。バトルフィールド史上最大のマップを配信。大規模マップでの車両戦が特徴。 2012年9月19日にプレイステーションネットワークにて先行配信され2012年9月26日より Xbox Live とオリジンで配信。なお、プレミアム会員の場合2012年9月5日2012年9月12日に一般よりも早く配信され無償でダウンロード可能。2012年11月発売新マップ4枚。 新車両3種、新ガジェット1種が追加された。地震災害直後の中東地域のマップが配信され、マップ内で地震が発生したり、デフォルトでプレイヤーの外見が装備を失ったものになるなどの表現がなされている。プレイステーションネットワークより先行配信がなされたが、日本語版の配信は東日本大震災への配慮からかかい版が11月27日だったのに、 対して12月4日に変更された2013年3月発売新マップ4枚新車両3種新ゲームモードキャプチャーザフラッグエアーシュッペリオリティの追加本作における最後の拡張パックとなる2013年3月21日にプレイステーションネットワークにて先行配信され2013年3月27日より Xbox Live と オリジンで配信。プレミアム会員の場合、2013年3月6日、2013年3月13日に、一般よりも早く配信され、無償でダウンロード可能。2名で行う協力プレイモード。6つのステージが用意されており、ステージをクリアしていくごとに、ステージがアンロックされていく。このコープモードでは、パートナーが行動不能になると、の必要があり、 イージーで約60秒、ハードで約45秒経過しても蘇生できない場合はゲームオーバーとなる。なお、このコープのみでアンドックできる武器が7つ存在し、そのプレイすることで貯まるポイントで解除されていく。ハードモードでは許容体力が減っているのはもちろんのこと、パートナーへのフレンドリーファイアーが存在するので注意が必要。 ミッションは PLR による欧州主要各都市へのテロを阻止するというストーリーである。ありがとうございます。